4日間のショート決戦ボートペア栄解説5周年記念競争3日目の争いは中盤戦第5レース一般競争です。6名全員がバックはコースで動きはありません。第5レース対戦メンバーです。1号艇星英治、2号艇太田克也、3号艇に中山雄太、4号艇橋口真希、5号艇新田智明、6号艇浦田信義、以上6名による顔合わせ第5レース一般戦の争いです。高枠です。1号艇の星英治人気ロジックです。最内へスローの2コース枠なり進入、2号艇のウォーター、そろそろ続いてセンター3号艇は3号艇の中山、インを取った星からこの中山への組み合わせ2連単を意に支持を集めております。スロー席には3艇が HF ター3ダッシュ3艇引っ張って並びは4号6カード4コースに4号艇橋口真希、5コース5号艇に行った6コース6号艇浦田、スロー3艇ダッシュ3艇です。進入サイルは枠番通り2つに分かれて3対3の5レース、スタートまで10秒前です。内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースあるいはセンターアウト勢コースタート、4コース伸ばしていって4号艇橋口絞っていく、さあ一気に行ってしまうぞ。4号艇橋口一方握って追走する、5号艇6号艇外前からバックへいる、インを通って3号艇の中山先頭リードは一定浸透、4号艇の橋口内側から接近し平坂家が乗ったようだ。3号艇中山一周リマークの先行です。スタートは正常でした。インからリマークを先に回るのは3号艇の中山、奥からスパーンといった6号艇浦田、外を回って4号艇橋口先行かわしました。2番手リーダー5艇進と4号艇の橋口、その内をついて3番手現在5号艇路に行った、3艇並び3452周目に入ります。2周1マークの前回へ内側から接近していきます。5号艇路に行った4号艇の橋口が行かせて引いて差しのハンドルバックへ入った、インを通ってリードは2艇進と2番手のポジションキーパー4号艇橋口、3番手には5号艇に行った、先頭は独走態勢3号艇中山、3艇並び3452マークの前回です。トップターン独走は3号艇の中山雄太、ホームスイッチへ2番手は4号艇の橋口、内を通って5号艇の新田クイッときた、これ並ぶ間もなく抜き去りました。2艇進先行であります。4手で5艇に行った、3番手に交代し4号艇橋口待機へ3号4と動いて最終周回の攻防、3周回第1ターンマークの先行に2番手は逆転不勝から5艇に行ったが行け、惜しくも3番手が4号艇の橋口、3艇並び3号4です。5艇進行方4番手が6号艇浦田、かなり水が入っています。1号艇星2号艇太田先行方、ラストターンマークの旋回からホームスイッチへクリアする3号艇の中山先頭、2番手には5号艇に行った、3番手が4号艇の橋口、第5レースの一般戦まもなくゴールを迎えます。先頭3番中山ゴールイン、2着5番の新田ゴールイン、4番橋口6番の浦田ゴールイン、1番星2番の太田五輪、